坂田市のバイク屋スズキモーターズです。今日はですね、お客様から今修理でお預かりしているカスタム車両のご紹介をしていきたいと思っております。はい、こちらがですね KTM の 250EXCF6S となっております。2018年式ですね。はい、このカラーリング非常にかっこいいですね。はい、でこちら F なので4ストロークの車両になっております。すごくですねカスタムされてますね。はい、こちらがハンドル周りで、ヘッドライト、そしてなんといってもですね、当店でもこのエンデューロマシン、オフロードベースの競技専用車両の公道も走行できる車両なんですけども、こちらをモタードに変えるというお客様が非常に当店でも多くいらっしゃいます。だいたいオフロード車購入の4割くらいですねの方がモタードに変えます。で、オフロードにされるときに基本的にはそのスポークホイールのチューブありなしを選べるんですけども、その17インチの前後をモタードをするんですけども、よりグレードアップしたのがこのマルケジーリの、キャストホイールの方のモタードホイールという風になっております。こちらですねマルケジーリのスーパーモトのホイールで、だいたい前後ですね 3,40 万くらい、する商品でございます。それを今回ですねこの車両つけております。非常にかっこいいですね。ゴールドでございます。はい、でカーボンパーツもですね多数装着をされております。サムコのホースもオレンジですね交換をしております。で FMF のサイレンサーですね。はい、でこちらがオーバーのサスペンションですね。今回取り付けもさせていただきました。スイングアームプロテクションカーボンですね。非常にかっこいい一台となっております。もうモタード化する方から結構ですねお問い合わせいただくんですけども、もう本当に最終型と言えるようなですね非常にかっこよくセンスよくカスタムがされております。はい、純正オプションパーツもですねちゃんと使いながらセンスよくで、社外品のこのカーボンとかは全部ですね社外品なんですけども、それもセンスよくですねバッチリと仕上がっております。オーナーさんのセンスが光りますね。はい、でよくお問い合わせいただくのがこちらのブレーキローターですね。モタード化にあたって、フロントブレーキローターを台形化したいというお客様が非常に多くいらっしゃって、こちらの場合はですねキャリパーをノーマル使用しながらブラケットですね位置をずらして、台形化をしております。はい、というような感じですね、モタード化のカスタムもですね、多数受けたまっておりますので、ぜひですね分かんないこととかぜひお問い合わせいただければと思っておりますし、エンデューロマシンオフロード車両ですね、新車購入時にモタード化にしてこの車っていうのもできますので、ぜひおっしゃっていただければなと思っております。それでは 250EXCF6S ですね、モタード車両のご紹介でした。